この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。お相手いただきますのはスポーツ報知の長谷昭徳記者です。本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、発祥地の間オープニングレース本日3日目、予選最終日となります。はい、ただこれまでと違ってナイターになったということで、うん、10レース目までがそうなんですよ、予選がね、こう10っていうのがポイントですね。はい、だから準優の枠が決まるのはこの3日目の10レースまでで、はい、成績によって変わります、はい、決まりますからね。はい、そして2日目までの得点率をちょっとおさらいしていきますと、はい、ウリュー選手がはい、瓜生正義がね、勝差でトップ立ってましたね。まあ、4戦3勝。昨日ね、はい、2日目連勝してね、うん、強い強い瓜生を見せてくれてますね。はい、そして次に続くのが地元の原田幸也。はい、原田幸也もね、4戦3勝とね、うん、星勘定では一緒なんですよね。まあ、得点率で言うと、瓜生の方が上にいますからね。はい、ですね、このね、76期のね、うん、SG コンビがね、やっぱ強さ爆発してる感じがしますね。はい、まあ、その他の主力勢も、まあ、得点率上位につけてますので。いますね。下條も3位にいますからね。うんうん、はい、まあ、今シリーズは比較的も上位陣がしっかりと軸をまとめていると、はい、まあ、そうですね、でしょうかね。そしてこの展望番組、長谷さんが初日でお話しいただいたピックアップレーサーの森作選手、はい、2日目に2日目のあのね、6レースのね、まあ A1 シード番組だったんですよね。はい、2コースからまくりましたからね。はい、満州でしょ。そうです、ちょっと僕びっくりしました。はい、見事満州の立役者穴候補になってくれましたね。はい、ぜひこの番組を見ていればいいこともあると、あると思います。さあ、それでは本日の話に戻していきましょう。はい、さあ、まずはですね、注目レーサーを一人ピックアップしていただいて、その選手が出場するレースをちょっと詳しく解説していただきます。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ、今日の注目レーサーは原田幸也です。注目ポイントは4レース瓜生次第では逆転トップも、なるほど、はい、やはり予選最終日ですからね。はい、まあ瓜生と原田のトップ争いが行われてて、はい、まずは瓜生が4レースで出るんですよね。はい、まあ、そこで瓜生がもう1着ならもうほぼね瓜生なんですけど、うん、はい、ほぼっていうか決定なんですけどね。瓜生が万が一ね、はい、2着とかなった場合には、うん、ここで原田幸也のね、逆転の目が出てくるんでね。うん、なるほど。全員が火でも落とせないレースになると思います。うん、なるほど。やはり得点率を考えても、今日は注目は原田幸也選手というところなんでしょうか。そうですね。はい。そして、印は4号艇の原田選手20丸。これね、うん、原田4号艇で登場するんですよ。うん、ポイントコースですね。うん、はい、枠慣れでもいいけど、はい、やっぱりね、大村に関しては、内が強いんでね、はい、うん、なおかつ地元ということ意識がありますので、はい、本人はね、2コースあたりまでね、うん、狙ってくるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。おうおうおう、で原田が動けば山本康介もね、はい、一緒に僕も毎月行きますという感じになるんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれねコースはね S 展示から注目ですね。うん、なるほど。予想の方は145-236としておりますね。はい、坂本はね、はい、内から行くよりも伸び方なんでね、うん、本音は僕ダッシュから行った方が僕はいいと思うんですけどね。なるほど。はい、まあ、差しならまあ414流し1なんかがもう4が差せば中田と大事ですね。うんうん、でもね、原田足がいいんですよね。はい、でそして昨日はねブラケット交換してね、はい、回り足とかね操縦性も良くなったと言ってるんでね、はい、足に関しては問題ないと思うんで、うん、ひょっとすればね2コースでもスタート行けばまくりっていうのもあるんで、はい、まくればね、はい、山本康介がいいとこにいるんで、うん、まあこう4号前、はい、4前後と言ってね、うん、山本の2、3等というのがね、はい、いいとこ来るんじゃないかなと思って出しました。はい、まあ、昨日も原田選手頭で満州なんかありましたね。あれはね2着のね金子選手が人気打ったんでね、はい、びっくりしましたよね。はい、原田をねずっと追っかけしてる人は、はい、ああいったこともあるんですね。そうですね、まあ、ここの組み合わせ次第ではちょっといい配当もあるかもしれませんので。ここはねでもね6号艇のね、うん、藤川もね、はい、あとがちょっと名前出しますけどね、はい、いい足してるんでね、はい、まあ3号で止めながらもいいんでね、うん、ひょっとすれば薄めが来てね、はい、また高配当という可能性もあるんで注目してください。わかりました。ということで注目レーサーは原田幸也選手ということで、その中から7レースをピックアップして説明いただきました。さあ続いては新しいコーナーいきましょうか。はい、困った時の長谷アロミよろしくということで、昨日からお届けしているこのコーナーなんですけども、今日のすべてのレースの中からちょっと穴の匂いがするぞというレースをですね、僕はね、はい、本音を言うと本命よりもねこっちのをね、はい、なんとかね、はい、的中率アップさせてね、はい、浸透させたいと思ってるんですけどね。本当、お客様長谷田のみってしてほしいです。本当ね、もう任せてくださいって言いたいぐらい頑張りましょう。はい、はい、それでは続いてのフリップ早速ご覧いただきましょう。
ということで今日は12レースの中から第3レースをピックアップしていただきました。少しね、早い出番で申し訳ないんですけどね。いやここね、はい、強い選手が5号艇、6号艇っていうんです。ですね。はいはい、先がね、5で、下条が6で。はい、ウリュウや原田と違って下条はね、ガリガリと前付けに行くのかどうかっていうところであって ね、6コースっていうのもね、大いにあるところなので、はい、そしたらね、ちょっとね、もつれそうなっていうかね、はい、ここ結構混戦番組だと僕思ってるんですよね。そこでちょっとね、伸びている藤川は4号艇、はい、枠なり角ならね、はい、この藤川のドカーンといって後輩党というので旗頼み。なるほど。印20丸は黒柳選手なんですけれども、まあいいところですよね、はい、まあここ多分ね、まあオッズとしても多分黒柳君が売れるのかなと思うんですけど、はい、藤川はまあね、準優勝向かけでもあってね、はい、で昨日までチルとレードにしたらね、回れずにね、なんか遠くになんかね、お買い物行ってるぐらいで遠くに行ったんですよね。はい、ですんでもゼロはないと。なるほど。でも伸びはいいと。なるほど。じゃあもうドガンと藤川スタート行ってちょうだいと。ということで、そしたら外を引き連れて4号外が行っての4、5、6ボックスでね、まあでも下城もね、佐々木もね、外でもね、はい、あるからね、まずはとりあえず4、5、6ボックスから押しましょう。そしてもう一つ4頭に大串を絡めたいんですよ。はい、昨日1着取ってね、はい、気分が良くなってきてね、なんかいい方向に行く気がしますと言ってたんでね、はいはい、まあうまく残してくれての後輩と狙うので一応切りました。ですね、まあこのまあね、このフォーカスの中から的中が出れば、ね、僕ね、仕事はそんなにね、3、4戦、まあ分かりませんけどね、はいはい、まあ、そこそこだけど、2とかちょっと絡んでくれたりしたらもう、思ってるんですけどね。なるほど。さあ蓋を開けてみてどういう結果になるのか、ぜひ皆様にも注目いただきたいと思います。ということで、困った時の長谷丼3レース、藤川選手に注目ということでお話しいただきました。さあ、シリーズ3日目、本日も盛りだくさんのいいレースがいっぱいありますので、主力がね、このまま勝っていくのか、はい、それともね、穴男たちが頑張るのか、はい、ちょっと注目しましょうかね。はい、準優に向けての勝負がけ、ぜひ皆様もご注目いただければと思います。ということで、シリーズ3日目、展望番組をお届けしました。長谷さん、ありがとうございました。